たった今、クレナンデス終わったばかりのところです、ゲストに荻上チキさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ね、長丁場でした ねどうでしたよ。いやでも熱かったですね。面白かったですか。うん、やっぱり ね、それぞれの番組普段やってるけれども、やっぱこういったコラボによって初めて生まれるテンポと話題ってあるなって思いましたね。いやでもね、ダースさん、はい、俺はチキさんに甘えすぎですよ。だってだいぶ甘えましたね。8時半から11時まで喋らしちゃったんですよ。だって本当ね、どんだけ喋らしてんだって話なんですけど、ちょっと前までこの時間やってましたからね。でもね、でしょ、そうそうそう。だぜひこれ、この動画を見て気になる人は、うん、絶対ちょっと見ていただいた方がお得ですよね。はい、アーカイブ、1月の1日までね、販売してますので、くれからなんです見てみようかな迷ってたなとか、全くそんなの知らなかったよっていう方もぜひ後からでも、同じ熱量で、うん、同じ内容が聞くことができますから。年末唯一の報道番組でした。はい、皆さん2020年こんな感じです。良いお年をお迎えするためにもくれなんです。